皆さんこんにちは、 DIY チャレンジのタカです。今日はですね、ブリオートというメーカーのエッジ用のね LED ヘッドライト、車検対応のタイプとですね、 T 字ウェッジのポジションキュー、こちらをですね購入しましたので、早速ですねレビューしていきたいなと思います。商品紹介していきたいと思います。まずこちらですね、ブリオートさんの H4 の LED ヘッドライト車検対応、車用 CSD チップ LED ホワイト H4 の 6000K、正規品2個セット1年保証というふうに書いてますね。型番が DH-H8-H4 ですね。それから製品ですね、こちらはですね非常になんかかっこいい LED のヘッドライトですね。なんか緑のこういった感じですね。なんかこう扇風機みたいなこういうのもついてて、こう放熱のこうダクトがいっぱいついてるんですね。で LED が2つ、こっちにも2つという形ですね。じゃあですね、ちょっと脳書きをその辺にしてですね、早速こちらのヘッドライトと、こちらの、T 字ウェッジですね、交換していきたいと思います。それではですねビフォーアフターをご覧いただければと思います。そしたらアングル変わります。はい、アングル変わりまして、まず T 字ウェッジのスモールランプですね、ノーマルと LED、 こちらロービームになります。はい、でハイビームですね。はいはい、次はですね、T 字ウェッジのスモールランプ、それからロービーム、それからハイビームという形になりますね。はい、それからルームランプですね、こちら LED とノーマルの比較で、実際の走行シーンなんですけれども、左手が、ノーマル、右側が LED ですね。で、最初はですね、ロービームで走っておりますけれども、明らかにですね、もう LED の方が明るいですね。で、ノーマルのハロゲンですね、これ純正 の、 ハロゲンの H4 タイプなんですけれども、暗いですね。暗いというか、普通に走ってると、子供かなという方で走ってるんですけれども、LED の、ねヘッドライトに変えたらですね、ちょっともうノーマルには戻れないかなという形になります。それから、ヘッドライトの立ち上がりもですね、早くて、キセノンというかね、車外の HID の場合は、明るくなるまで結構時間かかるんですけれども、こちらの LED はですね、もうひねるとすぐに明るくなるという形になります。で、今はね両方ロービームで走っておりますけれども、もうそろそろですねちょっとハイビームに切り替わる感じですね。 LED ランプはね今ハイビームに切り替えました。ノーマルライトの方も今、ハイビームに切り替わってるのかな。今左右でね比較してるんですけれども、今ハイビームに切り替わったところですね。ノーマルライトはハイビーム、はい、で LED も、ハイビームって形で、はい、で LED の方はですね、今ローに戻してると思います。はい、でノーマルランプも、今、ハイのままなのかな、これはハイのままですね。はい、もうちょっとしたらローに戻すと思いますけれども、ちょっとね、タイミングが合ってはないんですけれども、最初ロービームで乗ってハイビームに切り替わってという形で、ノーマルのライト、LED のライトを比較して走っておりますけれども、ハイビームにするとですね、ノーマルライトもかなりこう安心感はあるんですけれども、やはりその LED のライトと比べてしまうとですね、明るさがですね、ちょっとやっぱり、だいぶ違うので、もう LED にライトを変えたらですね、ちょっとノーマルには戻れないかな。で、こちらのライトなんですけれども、非常にですね、明るいし、均一に照らしてくれるという意味で、非常に私、気に入ってしまいました。また1個ね、ちょっと買っちゃおうかなというぐらい気に入ってしまったので、皆さんもね、いかがでしょうか。こちらはですね、アクティですね、ホンダのアクティに取り付けましたということで、詳細をですね、またコメント欄とかにね貼っておきますので、ご参考にしていただければと思います。ありがとうございました。